汚ねえなベルトが、おいベルトが汚ねえ。まあいいや、俺次たち取るから、あのベルトちゃんとしっかり消毒してやるから、消毒してから巻くから。はい、今日全然浩平選手と同じ、まず、うん、そんなにねやんなかったですけど、ちょっと UN を意識して今日会いました。あ、岩木選手、岩木選手した、どうでしょう今日。でもなんかちょっと、ね、ベルト前で変わったかなと思いますよね。何があって具体的に言ってるのなんとなくちょっと変わったかなって気がしますけど、でもまだまだ、うん、まあでもね、小江さんとちょっとしかやんなかったし、でも別にこう、なんですかね、前哨戦とかね、必要ないと思うんですよ。僕と小江さんはもう一騎打ちで一発勝負でどっちが勝つかっていうのも、そういう勝負でね、何でもこうね、ストーリーとかやらなくていいんですよね。勝負して、うん、それを受けてくれたっていうのは話ですからね。僕がずっと言い続けてきたものを小江さんは忘れないでくれて、うん、これで強いですね。もう一回気合入れて勝負できるなと思います。じゃあ1週間後ですけど、うん、楽しみな感じで。そうですね、もうやっぱり相変わらずだし強いし、うん、まだ蹴り食らわなかったですけどね、うん、もうちょっと鍛えてからいかないと難しいかもしれないですね。例えば世界デビューのベルトに関しては、いや、あの一番最初にコメントでも出したんですけど、こうフリーになった時に一番最初に目標に挙げたベルトで、あの別にそれから諦めたわけでもなくて、ね、あのゼロワンにもずっと挑戦させてくれってあの言い続けてたんで、で、まあ、そこまでに僕は、ね、去年であんまり実績積めなかったですし、今年はしっかり、まあ、レスランチャンピオンになったし、実績は積んだと思うんで、そこを評価してもらったと思うんで、一番順当なやり方じゃないですかね、うん、単なるカード組まれるだけじゃなくて、はい、はい、ありがとうございます。